ニュースありませんか？皆さんはどこかの帰りに見知らぬ人に声をかけられた経験はございますか？僕はあります。最寄りの駅に行った時に、小田犬ですかって、呼び捨てかよ。はい。多分その人は、なんか家とかで見てる感覚でおだけんって言っちゃったのか、帰り際におだけんさん応援してますっていう風に言ってくれましたからね。なんかほっこりしました。はい。ということで、今回、そんなほっこり話とは真逆のホラーなお話、ニュースありませんか？実況していこうかなと思います。ホラーノベルゲームですね。それでは行きましょう。ニュースありませんか？スタート。なんかね、こちら作者さん、日本の方で初作品がこちららしいですね。でね、口コミがめちゃくちゃ高いのよ。うん。一作目でさ、こういう口コミが高いってなかなかすごいですよね。はい。とても楽しみです。遊んでいきましょうか。ヘッドホン推奨とかもね、あったんで。はい。戻ってきちゃった。あ、びっくりした。一瞬にして終わったのかと思ったゲームが。はい。始める。押していきましょう。今日、学校で変な話を聞いた。帰り道で、不審な人物に話しかけられた生徒が数人いるらしい。おお、なるほどね。不審者的な感じかな。さっき先生も言っていた。気をつけなさいって。不審者なんてどこにだっているだろう。そう思ってたんだけど、その人物は毎回こう尋ねてくるらしい。ニュースありませんか？と細々とつぶやくその声に、最初は道を聞かれたのかなと思ってみんな立ち止まる。そうだよね。なんか道もそうだし、自分が何か落としたっていう場合もありますからね。はい。親切心で声をかけてくれてるみたいな。そう、日本結構多いからね、そういうの。はい、行きましょうか。白のワイシャツにどこにでも売ってそうな普通のズボン。ほう、なんか血まみれのみたいな感じじゃないんだ。ハンチング帽って言うんだろうか。大阪の芸人のさ、兵藤さんだっけ、兵藤さんが被ってる帽子ですよね。はい、あんな感じの帽子も被ってると。はい。とにかくあまり見ない帽子をかぶっていて、声のトーンと合わせて40代くらいだと感じるそう。おう、それで眼鏡かけて小太りでみたいな。うん、それ兵藤や。兵藤になっちゃった。その人物に会ったという生徒はこういう、なんでしょう。顔が見えない。おお、不気味だね。目の前で見えないのかな。なんか反射とかで見えないみたいな。そう、明かりの反射でこう見えなくなってるとか、そんな感じかな。どうなんでしょう。それでも単純に顔のないお化けとか、それだったら怖いね。覚えていないじゃなくて見えないだって。ほう、そうなんだ。やっぱ顔がない説濃厚ですね。下校時間、いくら夕方とはいえまだ対面した相手の顔が見えなくなるわけなんてないと思うんだが、みんな顔を見ていないという。ほう、そうだね。なんかもう最近もさ、夕方6時過ぎぐらいまで明るくなってきましたからね。顔見えるよな。うん。これ時期いつだろうね。冬とかだと全く見えない気はするけど、夏とかかな。それだったら見えそうだよね。うん。中にはどんな角度を向いても顔だけ影になっていてよく見えなかった。そんな覗き込んだの。失礼だろ、なかなか。あ、まあでも話しかけられてるからね。はい。と言った生徒もいたらしい。変な話だ。率直にそう思う。もしかしたらそういった噂を流して学校中の生徒が怯えるのを見て楽しんでいる人たちがいるんじゃないか。なるほどね。なんか先輩のいたずらとかありそうですよ。単なる噂、そう思っていた。あの日の帰り道までは。怖えよ、急に。急に BGM なくなりましたね。何が起きるんだこれ、主人公の元に。はい、うわ、 BGM すげえ。何これ、ちゃんとムービーみたいについてんじゃん。誰かいるよ、向こうからいました。うわ、すげえ、面白そう。ニュースありませんか？はい、めっちゃかっけんだけど、今右側にいた人、すげえワイシャツビロビロだったな。そうそう、買った方がいい。はい、やっていきましょう。学校の、下駄箱だね。日暮らしの、あ、夏なんだね。夏か秋入りみたいな感じかな。うん。日暮らしの声が聞こえていた。雰囲気ですね。学校から流れる最終下校時刻を知らせるチャイムを背に、一人歩いていた。太陽が沈むギリギリの時間帯だから、まだ外は明るい。昼間と夜の境目、まだまだ暑い。伝わらせを拭った。坂道は辛い。ゆっくり歩いてはいるものの、息は上がっていた。もうすぐ夏休み。あ、夏休み手前か。じゃあ終わりとかじゃないんだね。毎日自由に過ごせるって思うだけでワクワクする。あと何回か、この暑くてだるい帰り道を歩けば、エアコンの効いた部屋でゲームをする毎日が待っている。楽しみだね、それ。やっぱ夏休み手前って超ワクワクするよね。
そう、一週間前ぐらいからさ、学校も短くなるじゃん。そう。その感じもすごい、なんか青春な雰囲気ありますよね。はい。最高じゃん。いいね。そんな時に来ちゃうの？いるじゃん。油飯死んのかってぐらいなんか周りに虫みたいなのいたな。粒が舞ってた。はい。これ何？あ、なるほどね。ムービーもエンターキーで進めるんだね。はい。セリフもね、今エンターで進めてます。少し先に人が立っているのが見えて、僕は思わず立ち止まった。バス停もないし、誰かの家の前でもない。ただ、道端にポツンと一人。怖いね。もう U ターンしよう。ちょっと手前から気づいたなら U ターンしようよ。通りかかったら怖いよ、それ。誰か待ってるんだろうか。違うでしょう、そんな。だって言ってたじゃん、自分で。おかしいもん。不審者には気をつけなさい。これね、先生的なセリフ？あ、やっぱりそう。先生の声が蘇る。まさかね。再び歩き出す。早く通り過ぎてしまいたい。あんなの、ただの噂話って思っても、だんだん怖くなってくる。そうだよな、タイムリーだし。自分の中で恐怖が膨れ上がっていくのを感じる。やがて、人物の前に差し掛かった時、やけにはっきりと聞こえた。ニュースありませんか？ちょ、これ、効果音が面白くて。クラクションとかかな？すいません。結構コミカルな感じだったんで。笑っちゃった。そう声をかけられたのと、クラクションが鳴らされたのはほぼ同時だった。道端の人物を避けたいあまりに、だいぶ車道にはみ出して歩いていたらしい。あれ？おかしいな。避けるように距離を空けていた気がしたのに、まるで耳元で話されたかのようだった。急いで車の方へ振り向くと、見知った顔が覗いていた。誰誰誰？車の人？ああ、びっくりした。怖い感じにモザイクかけないでくれ。めっちゃ優しい人なんだろうけど、このモザイクによって超怖くなってるから。やっぽー。あ、おばさん。近所のおばさんとかかな。それとも幼馴染の、あの、友達のお母さんとか。いやー、偶然ね。どうしたの？そんなところでぼーっと立って。あ、聞いて。たった今この人に声をかけられて。おばさんのいつものほがらかな表情を見て、張り詰めていた緊張の糸が切れる。ほっとした瞬間、再び鼓動が速くなった。恐る恐る、ゆっくりと振り返る。いるかこれ。いや、いないだろ今は。それともこのおばさんが変わるとか、やめてくれよそれは。相手はどんな顔をしているんだろうか。じらすね。そこには誰もいなかった。ん？どうしたの？夏バテ？誰もいないよ。あれ？確かさっきここに。まあいいわ。ちょうど家に行こうとしていたのよ。給料たくさんもらってね。お裾分けしようかって。さあ、乗って乗って。あ、はい。おばさんに流されるまま、後頭部座席に乗り込む。もう一度振り返っても、そこには誰もいなかった。これついてきたりすんじゃないの？大丈夫かな？これ無視したらどんなんだろうね。抑揚のない声。自分が話しかけられたのかと疑うくらいに細々と。しかし、それでいてクリアな不気味な声だった。怖いですね。しかもこんな、うん、なんだよ。結構取り合えるですね。はい。翌日、下校の時間。誰かに話すの？昨日の出来事をまだ誰にも言って、ああ、マジで言えてないんだ。むしろ、言っても信じてもらえないと思う。そりゃそうだね。ただ噂になってるから結構信憑性あるかもしんないよ、うん、不審な人に話しかけられて他のことに一瞬気を取られていたほんのわずかな時間に相手が綺麗さっぱり消えていたなんて噂話に便乗してああなるほどね注目を浴びたい寒いやつだって思われたくないしというかむしろ自分が会った人こそ噂話に便乗して真似してやっただけの不審者っていう可能性もあるしなるほどねそんなのに踊らされるなんてバカバカしいニュースありませんか？本当にそう言ってた。そもそもニュースありませんかってことは何かニュースを知りたいのか？ねえ、これ気になる。ニュースを話したらハッピーエンド、話さなかったらバッドエンドみたいな。あ、でもね、これエンディング一つって書いてたな、そういえば。うん、じゃないか、それは。
だとしたらニュースって一体何を教えればいいんだね。え、今日は静岡で最高気温40度を超えた、だとだとだとだ、そういうのでいいなどだろう。失礼いたしました。おしどり夫婦が電撃離婚みたいな芸能人のゴシップ記事のことを言っているのか、それとも身近に起きているもっとローカルな話、わけがわからない。そういえばあのさ、あ、違う人が来た。クラスメート B、 隣の席、沼本くん。はい、沼本くんですね。ニュースありませんかってあるだろう。あれね、彼は信じていないのだろう。バカにしたような口調で答えた。やめてくれ、信じてくれ、頼む。俺は怖い現象が起きたんだ、目の前で。実際に会った人ってニュース教えてるの？ああ、それね、聞いた話によるとさ、実際どんなニュースが知りたいか聞いたやつがいるんだって。ほう、有力な情報来ましたよ、沼本くん。うんうん、それは好奇心旺盛になるよね、主人公も。男は何でもいいっていうから適当なニュースを教えたんだってさ。そしたらそいついつの間にかいなくなったらしい。あ、マジで行方不明的な感じになっちゃったのかな。はい、しっかりした本当のニュースじゃないとこう連れ去られるみたいな感じじゃないの？どうなんでしょうね。いなくなったって、消えたとか。昨日僕が会ったやつと同じじゃないか。父さん。違うよ、なんだそれ、幽霊かよ。だよなそこまで聞いてないけど、普通に歩いていなくなったんじゃねえの？なんかちょっとやだな、ひねくれてそう、この友達、沼本くん。はい、じゃあ本当に何でもいいからニュースが知りたかったってこと？そうなんじゃねえか。え、何、お前信じてるの、あの話怖え。やだ沼本くん、友達いなさそう。違うよ、姉ちゃんが詳しく聞いてこいってしつこくてさ。お姉ちゃんのせいにしちゃったか。嘘だ、この場を切り抜けるために好奇心旺盛な姉の存在を引き合いに出す。主人公以上に好奇心旺盛なんだね。はい、なかなかはつらつとしてそうなお姉さんですね。ああ、お前の姉貴好きそうだもんな、こういう話。うぜえな、なんか沼本くんうぜえな、呼び捨てにするわ。はい、ああ困るよな。てかそもそも顔だけが見えないってオカルトすぎじゃね？そうだよな。そうだ、顔見えなかったんだろうね。昨日自分も顔を見ようとしたらもう消えてしまっていた。影も形もなかった。おばちゃんが来ましたね、その後歩いて去っていた様子もなかったと思う。気が動転していたからか見間違いかもしれないけど、あのさ、そのニュースのとこってさ、ニュース教えなかったらどうなるんだろうな。ね、これ気になる。そう言って沼本くんはにやりと笑う。さあ、僕は曖昧に笑った。今時ニュースなんてスマホあればすぐ見られるじゃん。人に聞くのってやっぱり寂しかったりするのかな。それってやっぱり変態じゃね。沼本くんなんか頭あんま良くなさそう。さっきから俺辛辣なことばっか言ってんな。喋り方がなんかそんな感じじゃない？うん、ああ、ガチの不審者の方ね。僕は合わせて笑った。じゃあ、沼本くんはさ、もしだよ、ニュースについて聞かれたら教えないの？教えるわけねえじゃん、当たり前だろ。そうだよね。やっぱり昨日の話を誰にもしないでよかったと、僕が心底そう思った瞬間、彼は突然立ち上がる。あ、やべえ、俺塾あるんだわ。じゃあな。引き止めてごめん。また明日。はあ、結局昨夜の出来事を沼本くんに話すことはできなかった。隣のビースケくんとかシーサクくんとかいるから話して、うん、むしろ話したら卒業するまでずっとバカにされそうな態度だったから言わなくて正解だったのかもしれないけど。なるほどね、ちょっと悪ノリみたいなのありますからね。またあの不気味な男が帰り道にいたらどうしようと思いながら、僕は教室を後にした。来るかな2日目も。この時は夢にも思わなかった。なんだなんだ、まさかあんなことが起こるなんて。なんでしょう。これは主人公が帰るの、沼本くんが帰るの？なんか漢字的に沼本くん視点っぽいよね。なかなかフラグビンビンなこと言ってましたから、あ、そうっぽいな。はい、ようやく来ましたね。
沼本くん一人の時だけ沼本って表示するんだ。さっき二人の時に表示してほしかったな。ややこしかったもんね、さっき。ああ、夏休みは毎日塾か。俺は誰に言うでもなくつぶやく。沼本のターンですね。赤点ギリギリじゃねえか。やべえぞ。嫌な予想が当たりましたね。沼本ひとしってんだね。36点。ああ、我ながらやっべえぞ。学校での成績が良くないと三者面談で先生に言われたと。親は勝手に塾へ申し込み。俺は人質に取られたゲーム機を取り返すために通わなくてはならなかった。なるほどね。そんな俺の悲惨な状況をそっちのけで。学校の奴らはもうすぐ始まる夏休みのせいか、妙に浮かれている。いいじゃないの、浮かれたってね。それは自分のせいですからね。話題はほとんどニュースのとこについてだ。何がニュースありませんかだよ。バカバカしい。むしろお前がニュースになってるっつーの。はあ。何度目かわからないため息を吐いた時だった。来るかな、これ。うわ、いるぞ、後ろに。背後に気配を感じた。反射的に立ち止まる。そうだね、さっき話してたからさ、そっとしない？じっと背中を見られている。見られているより、体を貫通するんじゃないかと思うほどの強い姿勢。多分それ貫いてるよ。うん、今もう死んでます、沼本。暑いはずなのに、寒気を感じる。そして嫌な予感。なんか夏場に行く怖い心霊スポットとか、なんか寒気感じるとか言うよね。うん、似たような感覚かもしれないですね、沼本。ニュースの男。信じてもいなかった噂が頭をよぎる。周りは真っ暗闇に包まれている。数えるほどしかない電灯の明かりには虫が集まっていて、チラチラ影を落としていた。時間を忘れたセミの声がまだ聞こえている。ニュースありませんか。ザヌママタカン。予感が当たった。俺の背中に例のセリフが投げかけられる。頭が真っ白になる。まるで声で背中を撫でられるかのようにおかんが走った。怖え。曲怖いよ。ニュースありませんか。抑揚のないブツブツとした喋り方にはイライラした。短気そうだね、沼本。俺は勢いよく振り返る。突然、ニュースないかってなんだよ。どうせあんた噂話に便乗して声かけまくってるだけの寂しいおっさんなんだろ。気持ち悪い。最初に目に入ったのがズボン。あ、じゃあその勢いで読んじゃった。悪口みたいな感じでズボンのこと言っちゃう。間違いですね。妙に明るい白いシャツ、特徴が合ってるね。見慣れない帽子、ハンチングや。来たぞ、沼本。どうする。噂に聞いた通りだった。むしろ噂通りすぎてこいつが模倣犯であることに確信が持てた。確かに流行りすぎた都市伝説だから、ちょっと脅かそうってい う、 こういたずら心でさやってるっていう可能性もありますからね。服装まで噂と一緒のものを揃えちゃって。勉強熱心だな。ニュースありませんか。男がもう一度言った時、俺は気づく。相手の顔がわからないことに。うわ、何これ。明かりの角度に見えてもおかしくはない位置にあるその顔が全く見えない。まるで黒く塗りつぶされてるみたいに。なんかギザギザギザってなってるけどさ、ほんと顔がこう削れてるとかじゃないの。いやいやいや、ありえないだろう。不可解なことへの焦りからか、鼓動が速くなった。一歩は閉ざ去る。すると男は一歩進んだ。アリゴリズム体操じゃん。距離は変わらない。相手の表情は見えないけれど、笑っているようにすら感じられた。やっぱ怖い時のね、妄想ってなんか尋常じゃないあの展開を起こしますから。なぜかわからない、俺が怖がるのを楽しんでるのか。別に怖くねえから。ツンデレみたいな感じになってんじゃん。絞り出した声が震えている。うろたえる俺を見て、相手はなお笑っているような気がする。気に入らねえ。だから俺は決めた。ニュースありませんか。男がバカの一つ覚えみたいに再びそう言った時、拳を握りしめて叫ぶ。お前に教えるニュースなんてねえよ。
よく言った沼本。はい、ただそれと同時にお前命どうなるか分かんねえぞ。大丈夫か。はい、どうなっちゃう。あー、笑い出した。今度ははっきり聞こえた。相手は実際に笑った。初めて見る男の変化だった。あまりの不気味さに走り出す。逃げたんだね。うん、てか不審者に会ったら相手しないで逃げるよな普通。相手にしてるのがバカらしい。逃げ切れんのか。回り込まれてるぞ沼本。大丈夫か沼本。うん、うるさいな俺。はい、失礼いたしました。しばらく走った後立ち止まる。これ確認してんのか。あ、そうだ、振り返ってみても何も見えない。足音も聞こえなかった。追いかけてきてはいないようだ。助かった。俺はすぐにスマホ取り出して倉橋にメッセージを送る。今日の放課後、ニュースの男のことを熱心に話してきたクラスメイト、一番伝えたかった。自慢してやりたかった。そんなの家帰ってからやりなさい、あんた。ねえ。はい、もつれそうになる指を制して急いで文章を打つ。危ないよ、家帰ってから打ってって。お前完全に死ぬじゃん沼本。はい、それがとんでもない目に遭わされそうですね。あのヤバいやつに会ったわ。すぐに既読がついた。ヤバいやつってもしかしてニュースの男。大丈夫なの。優しいね倉橋、主人公か。余裕。うざいな、なんか。余裕。まあニュースなんて教えなかったけどな。いるよねこういう人。友達になそう。そっか、明日学校のやつらに自慢するかな。俺有名人じゃん。沼本、なんかちょっと変に嫌いになれない。話聞かせてよ。わかった、じゃあ明日な。と、沼本今後ろ危ないんじゃないの。スマホをポケットにしまい再び歩き出した。あ、帰れた感じ。次の角を曲がればもうすぐ家だ。曲がった先に家族じゃなさそうだねこの交換音。あの男がいた。来ちゃったか。ニュースがないなら君自身で作らないとね。沼本。どうなったの。あ、マジか。昨晩午後11時頃、市内に住む沼本仁さんの遺体がくぬぎ公園のそばで発見されました。熊本さんは通ってる学習塾を出た後帰っておらず、家族が探していったところ公園で倒れているのを発見されました。どうなってる。うわマジか。遺体の損傷が激しく、警察は事件と事故の両面で捜査を開始しているとのことです。沼本やられちまったよ。なんだか憎めない沼本がやられちゃった。うだるような暑さの中、僕は住宅街を歩いていた。これ主人公に戻ったのかな、数日後みたいな感じ。拭っても拭っても止まらない汗はワイシャツの襟元をじんわりと濡らしていく。しかめっ面して歩く僕は、そばから見たらくたびれたサラリーマンだろう。あの人と同じような服装ってこと。ニュースありませんが、地元の奴らが今の自分を見たらどう思うのだろうか。高校の時に引っ越してから一回も会っていない。もう会ってもわからないかも。乾いた笑い声が喉に張り付いた。ありますよね。何か飲むか。目に入った自動販売機の前で立ち止まる。この冷たいっていう文字を僕好きなんですよね。なんか可愛くない。ぐっと一気に飲み干し、一息つく。結構量ありそうだけどね。あ、でも110円だから少ないやつか。ちっちゃいやつね。暑さでダメになりそうだった体に少しだけ元気が戻ってきたように思えた。ん？ふと隣に備え付けられているゴミ箱の上にある新聞が目に入った。誰かが捨てていったのかな。日付は今日だ。今朝の地元新聞らしい。
猟奇殺人事件か。残された不可解な言葉。待って、これ数年経った今も都市伝説が続いてんのかな。どうなんでしょう。最近忙しくて新聞はおろかネットニュースを見る時間もなかった。新聞見ないよね今。どうなんでしょうね。はい、普通にスマホのニュース見ちゃいますが、一面の見出しに書かれているその物騒な言葉が妙に気になった。不可解な言葉。昨晩午後10時頃、これ岩内町内でいいのかな、うん、なんか北海道にあったような気がする。岩内町内に住む大学生が自宅近くの公園内で倒されているところを発見された。やっぱりまだ都市伝説続いてんだよ沼本全然関係ない沼本。被害者はサークルの集まりの際にスマートフォンを置き忘れ、届けに行った友人が彼を探していったところ、流れが全く一緒だね。沼本の時と関係あったわ。公園内で倒れているのを発見。その後、病院に運ばれたが死亡が確認された。遺体の損傷が激しく、一緒だね。警察は事件と事故の両面で捜査を開始した。マジで？この都市伝説が消えない限り、どんどん警察の仕事増えんじゃん。ねえ。おかしいのはここからだった。発見された大学生は当時、ニュースを教え、との言葉を残しており、警察はこれを手がかりと見て、捜査している。この事件。なんだよもう音、急に効果音出ると怖いよね。はい。こめかみがキリリと痛む。自分はこれと似た事件を知っている。岩内町って、記事の事件が起こった公園は、このすぐ近くにある。これ来んじゃねえかまた。数年の時を超えて、ニュースおじさん来るかもしんない。鮮明に蘇る記憶。父親の転勤で、自分が地元を離れる少し前、高校の夏だった。そう、確か、沼本仁。彼は、やばい奴に会った、と連絡してきた後、ひどい姿で発見したらしい。そのあまりの惨さに、最後まで対面することは叶わなかった。そうなんだね、葬儀でも、やっぱそうですよね、多分。そうなっちゃうな。永遠につかなかった既読の文字。自分が送った最後のメッセージを、彼が見ることはなかった。その前日、日暮の声。帰り道、夕焼けに染まった住宅街。あの時の声をかけられたのは僕だ。主人公は大丈夫なのかな？うわ、なんか怖くなってんじゃん。何右上の。ニュースを教えなかったらどうなるんだろうな。そうだよね。だって主人公これ遮られてますからね、おばさんに。遮られた場合ってどうなの？ニュースを教えなかったらどうなるんだろうな。でも沼本はそれでやられちゃってるからな。うん。遠い日の沼本くんの声が蘇る。あのやばい奴に会ったわ。メッセージを受け取った時はスマホの向こう側で文章を作りながらニヤニヤしている沼本くんの顔が思い浮かぶようだった。余裕。まあニュースなんて教えなかったけどな。沼本くんはあの男に会ってニュースを教えなかった。だから、僕は？ねえ、これが一番の謎だよね。そう、確かおばさんに。おばさんに声をかけられて、難を逃れたけど、ニュースを教えたわけではない。それじゃあ、僕は？ニュース。わっ！ありませんか？立体音響や！不覚にも、絶対来ると思ったもん今。準備してたはずなのに、立体音響にやられましたね。曲もなんかぽい。夕方のなんかちょっとした怖い、なんかホラーストーリー番組にありそう。いやー面白かった。はい。エンディング一つだけど、なかなか楽しめましたね。はい。Thank you for playing.こちらこそありがとうございました。とてもね楽しかったです。あー終わった。はい、ということでニュースありませんか実況プレイしました。この動画、このゲームがちょっとでも怖い面白いと思った方、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。いやー皆さん、知らない人に声かけられても変に返答しない方がいいとはいえ、なんか返答した方がいいパターンの時もあるよね。その場の雰囲気を読み取るのがなかなか大変ですが、
気をつけていきましょう。そしてさらに皆さんも帰り道には気をつけ、おい、ててんじゃないよ。